人は天国へと旅立っていくのでしょうか。今を生きるということは罪を償うために僕らは今生きているんでしょうか。その罪を償い終えた時、人は天国へと旅立っていくのでしょうか。あなたには好きなものがありますか。